無誘導爆弾、無誘導爆弾、無誘導爆弾、グラビティボム、または自由落下爆弾は、航空機搭載爆弾の一種。単に航空機から投下する爆弾を示す。最も古くから、あるタイプの航空機搭載爆弾。無誘導爆弾は、航空機から無線などによる操縦、誘導を伴わず、自由落下によって、目標物へと投下される兵器である。 爆弾本体の構造は、弾柄、新幹、作薬と安定翼で構成される。各国が用いた初期の航空爆弾や対戦中の爆弾には、衝撃による弾体の変形や破壊による不発を少なくするため、新幹が複数取り付けられることが多かった。無誘導爆弾は、航空機の爆弾層または、機体仮面や主翼仮面に設けられた、 喧嘩装置に取り付けられる。航空機は無誘導爆弾を喧嘩して飛行し、目標の上空へ達すると照準機によって目標を認識、登壇、切り離しする。第二次世界大戦の中盤に無線、赤外線で誘導される誘導爆弾が開発されるまでは航空機搭載爆弾には無誘導爆弾しかなかった。ベトナム戦争時 回マイナス4戦闘爆撃機の火器完成システムと組み合わされた場合、500ポンド無誘導爆弾は平均誤差半径122メートル400フィートの精度を発揮することができた。無誘導爆弾の投下にあたっては、目標と運搬する航空機の位置関係、投下時の航空機の速度、目標の速度、投下後の爆弾に働く重力や空気抵抗。 風向きなどを計算に入れる必要があるが、すべての変数を得られるわけではない。第一次世界大戦においては、10日の見越し角度はすべて目測によるものであった。こうした原始的な水平爆撃の命中率は低く、より精度の高い急降下爆撃が開発された。第二次世界大戦では水平爆撃のほか、急降下爆撃も行われ、大戦中に照準機の機械化が進められた。 現在ではコンピュータにより投下タイミングが自動計算される。第二次大戦中にアメリカ陸軍中将ジョージシー・ケニーは反長爆撃を開発し日本軍の艦艇を攻撃した。これは機銃を増設した航空機が艦艇に射撃を加えて対空防御を制圧しつつ海面すれすれの低空で5秒遅延進艦付きの爆弾を投下すると 石切りと同じ原理で爆弾が海面を跳ねながら突進していくというものである。爆弾が艦艇に命中した場合、減速、または減速推薦下で爆発した。反調爆撃は、本来点的な攻撃である爆撃が線的な攻撃になった点で雷撃に近いが、雷撃よりも高速で突入し爆弾を投下できた。魚雷は入射角と衝撃を計算に入れて投下せねばならず。 また、あまり高速で投下すると、弾体が破壊される欠点があった。日本陸海軍も、反長爆撃の実験を行い成功したが、対戦末期の艦艇攻撃の主戦術は特攻へと、傾斜した。日本陸軍の反長爆撃は、昭和18年3月から研究を開始し、昭和19年4月には、爆弾の整備にまで至った。爆撃は、 速度時速 500km で侵入し、距離 200m まで接近、高度20から 10m で登壇し、離脱するものであった。進艦は15秒延期されており、昭和19年12月8日には、フィリピン、おそらく、レーテ島、オルモック湾で、百式重爆7機が、輸送艦に対し攻撃を実施、一発が命中した。は、強化改良された飛べ、 非爆弾である日本海軍の反長爆撃は艦艇の側面装甲の貫通を狙うことにこだわり、戦術化が遅れた。これは爆撃法が反長を必要とすることから爆弾がぶれて飛翔し、貫通には不適であったことが原因の一つであった。また、新艦の開発に時間を取られたこと、弾体強度、弾道直進性、威力などから、 大型艦艇への大規模な反長爆撃の実施に至らず特攻を主戦術とした。さらには時期の速度、高度を大いに利用したという投下法もある。これは低高度からループを描いて急上昇を行いながら爆弾を切り離すことでより遠方に爆弾を放り投げることができる方法である。目標と時気の距離を取ることができるが命中精度が低下するため 主に時期と爆弾の距離を稼ぐ必要のある核爆弾を抵抗度から投げする際の投下法として使用された。誘導装置を必要としない爆弾は単価が安く大量生産に適する。無誘導方式の爆弾は誘導爆弾やミサイルが開発された後も航空機における主力地上攻撃武装として使用されている。また初期の核爆弾は 航空機から投下するのみの無誘導爆弾であった。湾岸戦争においても、投下量自体は、誘導兵器よりも、無誘導爆弾の方が多い。1990年代の U5 分争より、急激に誘導爆弾使用割合が増加し、無誘導爆弾の使用が減少した。第二次世界大戦当時の日本陸海軍の用いた、無誘導爆弾、また、現代の軍が使用するものの中には、 空気抵抗板やパラシュートバリュートが取り付けられた原則爆弾が存在する。これは航空機が低空から爆弾を投下すると爆弾炸裂の影響、衝撃波や試算する破片が投下母機に及ぶため空気抵抗により爆弾の落下速度を下げ母機の退避時間を稼ぐというものである。こうした爆弾は投下飛翔中の水平速度が減少し、 高価格と地面への入射角が深くなり、炸裂した爆弾がより効果的に爆風と生成破片を放射すという利点もある。地面に着弾した際に浸透露量が少なくなり、地中へと爆発威力を及ぼすよりも地表へ露出した目標へ威力を及ぼす。日本陸軍の開発した鉄鋼爆弾は、コンクリートで建造された強固な防御建築物に対して、 破壊効果を発揮するよう設計されていた。玉柄は中高を熱処理して降下され、作薬に発火するまでの病児を収めるための遅延式侵管を比較的衝撃に対して変形を起こしにくい玉底に装着した。鉄鋼爆弾は防御建築物に命中するとコンクリートの壁面を貫通侵入し、遅延侵管が作動して目標内部で炸裂する。 また、日本海軍が使用した対艦用の爆弾は通常爆弾と呼称され、陸上の目標に用いる陸用爆弾とは別個の設計が施された。通常爆弾は艦艇の装甲を貫通して内部で炸裂する性能が要求された。艦艇の装甲に対し陸用爆弾を命中させると衝撃に耐えられず、弾柄が弾け内部の策略が飛散する恐れがあったためである。 そこで、玉柄を強靭な北エコーで製造し、さらに、命中時の衝撃に耐えられるよう、玉柄の厚みが増強されていた。欠点としては、製造単価が高価であることと、玉体内部に充填する、作薬量が少なくなったことである。潜水艦を攻撃するための爆弾は、通常爆雷、自衛隊では、対戦爆弾と呼ばれる。基本的に、無誘導であり、 設定した推進や時間、もしくは近接進管により起爆する。潜水艦の位置はソナーや磁気探知機で特定するため、搭乗以来誘導装置はない。過去に朝鮮戦争やベトナム戦争で使用された爆弾である M117 とは最新の航空爆弾よりも感度が高く爆発しやすい作薬を使用していた。これらの爆弾の一部は 現在もアメリカ軍の兵器庫に残っているものの、ほとんどが消費された。M117 は、主として B-52 ストラトフォートレスによってのみ、投下される。現在使用される、アメリカ軍の汎用爆弾はマーク80系列である。この形式の爆弾は、1946年に、空力的な研究が行われた結果、ダグラス航空機会社の設計技師、 エド・ハイネマンによって設計れたエアロ 1A として知られる形状を採用した。これは関西機のための最小効力を追求しており、弾体のサイズは長さと直径の比率が約8対1とされている。モジュラー構造により頭部や尾部を各種のアタッチメントに交換して誘導爆弾とすることができるという点が特徴である。マーク80系列の爆弾は、 ベトナム戦争以前の戦いには投入されていないが、当時運用されていた旧式な爆弾を装備更新して以来現在に至るまで使用されている。この汎用爆弾は4つの基本的な兵装の種類が含まれる。ベトナム戦争では MK-81 ファイアークラッカーが効果不十分であると認められたためアメリカ軍での使用が中止された。しかし m k 81爆弾の最近の精密誘導式の派生系、SDB は2003年以降イラクにおいてアメリカ軍の実戦経験に基づいて運用開始され巻き添え被害を低減するために MK-82 及びそれよりも大きい爆弾と一部代替され始めている。またアメリカ海軍や海兵隊の使用する汎用爆弾はベトナム戦争以降 航空母艦上で火災が発生した場合に爆発事故を起こす可能性があることからこの不印の爆弾の発火を遅らせるように設計されている。弾体は表面を厚いアブレーティブ難燃性塗料によって処理されている。MK80 シリーズの爆弾は以下のバージョンが主として使用されている。誘導爆弾機と低高度爆撃用チェーンバージョン、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。